はい、マイキーです。レベルを上げずに進めるということでデモンズソウルやっていきたいと思います。前回の続きとなります。19回目、はい、やっていきます。ですね、攻略っていうか進めることがですねかなり困難になってるんで全然進めてないですね。で、なんとかショートカットまで作ることができましたということで、今回はあとはボス戦ですかね、やっていきます。いけないの？いける。ショートカット作ってこっちからじゃいけませんじゃですね、それ何なのって話ですけど、そうなっちゃいますよね。ですね、ここ降りて、いや、ここ降りても別に大したものないですよね。お、懐かしい声だ。毒になってたまるか。よし、行こう行こう。もう大体倒してあるからですね。最初にかなり追いかけ回されて倒してできてますんで、もうボス戦直前なんですよね。もうちょいで、ここ曲がれば、おお、いたいた。下にボス、あ、登りすぎたと。まだいるか。ではボス戦参りましょうか。このヒットポイントで勝てるのか。まあ何かあったらショートカットで一気に来れるんで、どんどんやっていきましょう。はい、入ります。ん？入る、ちょっと待って、審判者の盾でいいのか。受けが弱い。こっちかな。行きましょう。不潔な巨像、こいつ意外と強かった気がするんですよね。ほほ、ちょい待ちちょい待ち、硬い。なんだよ、硬いや、硬いよあんた。わっと、そんなハマったら。逃げろ。危ない。回復して、おっと、あっ、危ない。回復だ。慎重に行けば勝てるはず。その遠距離攻撃はやめようか。ノーロック戦法で。あっと、危ないよね。これ何の効果があるか未だに分かってないですよね。スリップダメージ。
おお、こんなんでやられたくないよ。その距離で食らうの後ろでしょ。こいつが暴れない限りいいんじゃないですか。ちょっと待て待て、いつ食らった。あっと、いやいや、上がろうぜ上がろうぜ。よし、危ない危ない。意外と良心的、待ってくれてる。そんなはずはない。あれって誘導弾なんですかね。ほいほい、回復が、おっと、あー死ぬ、死んだな。これスリップで死ぬ。あーらースリップで死にますか。ちょっとまた買い物してきます。はい、それではちょっとカットしますね。はい、買い物をして戻ってまいりました。半月を60個。どんだけ買ってるんだってですね。でまた引き目を少々、はい、補充してまいりました。で今竜のロングソードに持ち替えております。ここ魔法攻撃っていうより炎攻撃の方が効くんじゃないかって思ってですね、持ち替えております。それでは2回目やっていきたいと思いますね。まあ自己死したんでですね、ここ最初死んだ時のソウルはなくなっております。はい、多分いけるでしょう、いけるでしょう。なんでハマる、ハマる。遠距離から遠距離はダメですよと。回復して、おっと、回復しつつ、うわ、やっぱ誘導か。よー、ダメージどう？効いてる効いてる。あ、全然違う。もう半月をこんな使ってるっていうですね。ああ、全然違いますね。食らいます、食らいます。やっぱり炎が弱点だったかと。全部に魔法攻撃で勝ったらですね、そりゃ他の属性いらないよ。逃げろ。で、はい。あ、さっきより楽ですね。逃げろ。あ
っぱり終わった。ダークソウルと比べてもまだ余裕はあるかなって感じですね。ダークソウルボスが容赦ないからですね。回復させて近づけて、おお早い早い、なんだよそのやる気は。おっと、やっぱりボスですね。強いですね攻撃力は。コンボ食らったらおしまいですね。慎重にダッシュして回復、今度はいける。もうちょいですね。あったここで死ぬか。あと一歩ってところでですね、どうしても我慢しきれずやっちゃいますね。急げ急げ。まあ買い物もしてますし、ショートカットも作ってますし、ダッシュしていけば敵も倒さずにいけるのではってですね、そこで事故死が起こりますと。スルーするか。途中までは慎重に行かないと。落ちたらおしまいですからね。で、ここで蚊が来るんでしたっけ。いますね。2匹倒してダッシュ。まだ蚊がいるか。いや、ここダッシュしていいでしょう。まさかのハマり。横スルーできないんだってですね。楽はできないもんですね。行きましょう行きましょう、どんどん行きましょう。で、ここをどんだけスルーできるか。もうダッシュで行きましょう。よっしゃ、ボス戦どんどん行きましょう。今度は勝てるでしょう。取る。
暴れるのよ。汚いな。4発目はない。もうさっきよりハイペースで。届いてたの。ちょっとあそこまではカットですね。はい、戻ってきました。もう一度チャレンジしていきます。4回目のチャレンジ。今度は勝ちたい。こっち向いてるんだ。一撃がですね、きついっすよね。ちょっとビビり気味に戦ってますけど。ハイペースで切っていきたいけども、そんなに高速で打てなくても。3回攻撃は別に構わないですけど、向こうの3回攻撃がですね、うわあ、あれっすか、あれが結構残るんですね。フレ、なんでこんなやつにここまでの苦戦をしなくちゃいけないのかと。大丈夫か。いけるだろう。逃げる。よし、もう来ましたね、これ。
おりゃ。とどめだ。おっしゃ、行きましたね。やりました。復活しました。結局4回5回戦ったんですかね。お、3万くれるんだ、ありがたい。それでまた買いに行きたい。ちゃんと取れてるのかと。おお、一応ここまでにしときましょうかね。戻ります。無言で戻る。結構ですね、容量食うんですよね、これ取ってたら。次はそしたらいよいよガルですね。やつにパリーを入れる動画が撮れるかどうかやっていきますね。ということで今回はここまでにしておきたいと思いますね。預けるやつは預けておかないと思いですねと。18回目はここまでにしておきます。それでは失礼します。